どうも、みとしです。今時刻が早朝の4時頃なので、あんまり大きな声は出せないです。はい。で、今日はですね、朝ごはんとしてホットケーキを作って食べるだけの動画にしてみようと思います。ってことで、いつもよりちょっとね、ゆったりめでいこうかなって思ってますんで、まあ、どうぞよろしくお願いします。ちなみにですね、もう元はすでに作ってあります。これをですね、今日はただ食べるだけで、はい。ホットケーキ食べるのはね、本当に久しぶりだと思いますね。結構楽しみです。ちょっとね、カメラの画角が狭いからね、全体映すのが難しいんですよ。多分これで全体映るかなと。じゃあ作っていきましょう。お、ちょっとね、あったまってきましたね、多分。まだ早いか。お、多分良さそうだ。いや、俺めっちゃ楽しいです。ほら。じゃあちょっと蓋をしてちょっと待ちます。ちょっと浅すぎてあんま喋ることもないんで、結構ね、無言になるかもしれないです。やばい、ね、ホットケーキのやばい、甘い匂いがしてきますよ。どうだったかな、なんか確かに上の方にプツプツがなんかできてきたら、なんかひっくり返し頃みたいな、そんな記憶があるような気がします。だかな。やばいな、早く食べたい、早く食べたいです。ちょっと返してみよう。こんな感じでいい焼き色。ちょっと。あー、4時を回りましたね。ちょっと10って言ってね。どうかな、まだ早いですかね。たまになんか半熟とかあるじゃないですか。よっしゃ、とりあえず出そう、出しましょう。え、めっちゃうまそう。ちょっと膨らみがあります。やばい。じゃあ2投目いきましょう。多分ね、本当はあと2枚ぐらいできるんだと思うんですけど、多分あれですね、一度に入れる量が多かったんかもしれないです。2枚分しかできなかったですね。やばい、結構量多かったかもしれないですね。うん、おっ、いいかな。結構でかいぞ、結構でかいぞ。じゃあちょっとその間に、この前視聴者さんからもらったキットカットでも食べていきましょうか。うん、いや、やっぱ朝のお菓子にキットカット生きてますよ。超分厚い、分厚い。じゃあもういただきましょうか。ではいただきます。やっぱ朝はコーヒーです。じゃあちょっとね、バターをおかけして。あ、やばい、バターの風味がホットケーキの甘い香りと一緒に乗ってます。うまっ。やっぱ、結構ふんわりしてますよ。しかもこれ結構甘さ控えめですよ。うん、
朝にすごくちょうどいい感じでいいですね。ちょっと蜂蜜もいきますか。いやー、こうやってゆったり朝食もいいですね。そう、朝早いとね、すごいゆったりできるんですよ。いただきます。うまっ。やっぱ蜂蜜の甘さがめっちゃちょうどいい。うん、ホットケーキがね、ほんとあのほかほかですごいあったかくて甘くて美味しいです。今日はね、この動画結構ゆったりめに作ろうかなって思ってます。まあ、あの朝感が出せればいいかなって思ってるんで。はい、じゃあホイップバージョン。うん、ホイップがね、ホットケーキに溶け込む感じがすごいいいですね。さらっとした甘さで、うん、すごいやっぱ合いますね。ホットケーキは結構万能ですよね。何でも合いそうです。やっぱバターかな、けどどうかな。うまっ。バターとさ、ホイップって合いそうですよね。かけすぎたの、かけすぎたかもですね。うん、けどこれはちょっとバターが消えるかもしれないです、うん、じゃあチョコレートシロップ。うん、あれチョコの甘さ結構ありますよ、うん、これスーパーとかどこでも多分売ってるんでおすすめです。うん、うまっ。うまそう。これめっちゃスイーツ感あってうまい。うん、あのホイップにチョコシロップかけたらちょっとねバニラアイスっぽくなりますよ多分、うん、じゃあ最後は何もなしで食べます。ごちそうさまでした。はい、ということで朝からホットケーキ食べてみました。ぜひ皆さんも朝っぱらから食べてみてください。意外とねそんな甘くないんで、全然普通に、まあわかんないですけど結構割と普通なのかもしれないですけど、まあすごくいいと思いますね。はい、久しぶりに食べてみてめちゃくちゃやっぱり美味しいなって思いました。はい、あとねやっぱり早起きはすごくいいと思うので、まあ、ぜひ皆さんも早起きやってみてください。はい、まあ、4時はちょっと早すぎかもしれないですけど、まあ、そんな感じで今日はこの辺で終わろうと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。